皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。どうもトゥイです。本日はですね、人生初のコストコで爆買いしてきました。はい、ってことですね。僕今25歳、26の代なんですけども、コストコに行ったことなくて、まあ、なんかイメージイケアみたいな感じ、イケアなんかすっごい広い倉庫みたいなところにいっぱいね、食品とか日用品とか雑貨とか置いてあるイメージなんですけど、まあ、なんせね、あの会員カードがないとコストコって入れないんですよね。で、まあ誰かコストコの会員カードを持ってれば、大人でも3名くらいまでなら同伴できるらしいんですけど、まあ、僕の周りもね、そのコストコの会員カードを持ってる人も少なく、でも僕もね、なんか作ろうっていう、なんか腰が上がんなくて、ちょっとめんどくさいっていう感じで、ずっとね、通ってこなかったんですけど、行ってきました。なんかね、その、急に、この25にもなって、何か新しいことをしたいなっていうので、全然ね、すごいことじゃないんですけどね、まあちょっとコストコに行ってみようと思って、もう昨日思ったんですよ。昨日の夜に、なんかテレビでコストコ特集みたいなのやってるの見て、お、いいね、こんな感じなんだと思って、もう次の日に、もうレンタカー予約して、行ってきました。行ってきました。はい。でね、早速買ったものを紹介したいんですけど、ちょっと先に言わせてください、感想。楽しすぎた。本当に楽しいね。気づいたら1時間半ぐらい、コストコでね、ショッピングしてたんですけど、なんか海外みたいだね。もうなんか広い、もうだだっ広いところにね、たくさん見たことない商品があって、すっごい一人でワクワクしました。はい、ということでね、まあ、紹介していきたいんですけど、まあ、まずは、こちらかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。バーンじゃじゃーん、何かわかりますかこれ。ぴょーん。そう、こちら、お菓子コーナーで見つけました。歌舞伎揚げでございます。歌舞伎揚げのね、種類が3点セットなんですよ。見えます？桜エビと醤油味と焼きとうもろこし味。もうね、おせんべい大好きなんですよ、僕。で、そんな中でね、その歌舞伎揚げがたくさん入ったものを見つけたんで。あ、でも箱が可愛いよね。すごいなんかお得な感じ？いっぱい入っててね。これはもう即決。もうパケ買いです。はい。可愛い箱が。ちょっと開けてみましょうか。開けるときは豪快に。あーはー、剥がれちゃいました。豪快にいきますよ。どんな感じ？オープン！おー！え？ちょっと待って！これ、どれ？何が何か分からんやん。この感じ。書いてあるわけじゃないの？すごい！ワクワクさせてくるね。このパッケージ。多分ですよ。真ん中に置いてあるのが、醤油味だと思うんですよ。はい。この箱のね、ここにも、順番通りに、行くとね、真ん中にね、醤油味があるんで、おそらくね、これ、醤油味だと思います。ちょっと開けてみますね。どれどれどれ。どれどれどれ。あ！トウモロコシ味だ！え？ってことは全部トウモロコシ？これ。あー！なるほどね。すごい。この、一袋にもう3種類の味が入ってました。あ、そういうことか。もうランダム、3種類混合のやつが3袋入ってます。すごいやられたよ。そうだよね。そんないたずらなことしないか。あ、僕、歌舞伎揚げね、普通のシンプルな味しか食べたことないんですけど、今回ね、桜エビ味、惹かれました。これ桜エビで合ってる？焼きエビ味ですよね。失礼しました。はい。焼きエビ味。ちょっとこれだけ食べてみますね。いや、歌舞伎揚げ美味しくない？いただきます。もう間違いないよ。あ、あれ？ちょっと待って、醤油味も食べていいですか？なんか、エビの味があんまり感じられないんだけど。いただきます、醤油味。うん、これもいつもの味だ。待ってね。もう一回、エビ味。あ、ああ、醤油味食べた後だとわかるわ。あ、エビの風味後からきます。うまい！うまい！これ市販で売ってんのかな？醤油味じゃなくて、エビ味とか、焼きとうもろこし味って。てか、髪長。見たことあります？ちょっともうとうもろこし味も食べてみますね。いただきます。僕、醤油味しか食べたことないんで。あー！すごいこう、うまっ！あ、これが一番好きです。ガツンとくるわ。エビ味と違ってね、もう、匂い。ここでもとうもろこしの匂いするもん。うん？間違いないです。
もう一気に3個開けちゃったんで、後でゆっくり食べますね。最高。ああ、落ちちゃった、美味しい。うわ、やっぱね、せんべいとか好きなんですよね、僕。あんまポテチとかそっちよりかは、何、おじいちゃんおばあちゃん家にあるようなお菓子がすごい好きですね。ってことで、歌舞伎揚げ買いました。じゃーん、3袋ね。こちらね、すっごいお得だったんですよ。いくらだったかな？だってさ、この小分けになってんのすごい助かるよね。一袋多いって時もさ、あるじゃん。こちらですね、歌舞伎揚げが、なんと、てかまず何個入りだ？何個入り？何個入りなんだっけ、これ。個数は書いてないのか。あれか、一袋に何個入ってるかだけちょっと数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まだある？ 11、12、13、14、15、16、17、18も入ってる。すごない？え？嘘でしょ？ 18 個入ってるってことは、3パックだから、ん？ 3 パックだもんね。54袋？やばない？めっちゃお得なんだけど。これマジ1ヶ月持つな。1日1個食べても余るもんね。うまっ。もうすっごいお得。でも54個でしょ、全部で。お高いと思うじゃないですか。なんとお値段。1378円。ありがとうございます。もう、これ買いでしょ。即買いです。なんかさ、すっごい混んでたのよ。僕土曜日に行ったんですけど、ね、休日だったってのもあって、めっちゃ混んでたんですけど、すれ違う人のさ、まあ、カートの中に、歌舞伎揚げ、同じ商品が入ってるとちょっとにっこりしちゃうの。あの人も同じの買ってるって思いながら選んでたんですけど、めっちゃいい歌舞伎揚げ。これマジで買った方がいいですね。お得。美味しい。じゃあ、次の商品紹介しますね。次が、ダダーン！うわ、待って、やばい、重い。終わった。あー、ちょっとやばいっす。大丈夫。じゃーん。ドリンク30本。これが何かって言いますと。おー、あー、おー、カメラが固めちゃいました。すいません。騒がしいやつだ。こちらですね。なんと、みんな大好き。カナダドライ、純情エアロ。最高。見えるかい？これ間違いないよね。すっごいジュースコーナーもワクワクさせられまして。ファンタとかね、ドクターペッパーとかいろいろあったんですけど、最近僕ジンジャーエールにハマっておりまして、ジンジャーエールのね、30本セット買っちゃいました。でね、こちら30本入りのね、ジンジャーエールのセットを他のサイトでもね、実は売ってて、この30本セット単体だと、2600円ぐらいっていうのが多くて、まあ、送料入れたら3000超えてきちゃうところが、コストコで買うとなんと、びっくり。1798円。こう、お得すぎん？ 1 本いくらよ、ほんとにね。これはね、もう迷わず買いました。お得!30 本セットですね。で、この、またね、ペットボトル、ちょっと多いんですよ。この量がね、カウーって、かっこめるんで、最高。カナダドライ。炭酸強いんだよね、ここのジンジャーエールね。もうめっちゃ美味しい。ってことで、ジンジャーエール、行きました。安い！マジでお得。本当にお得。で、これがね、まあ二つ目の商品でしたね。あー、ちょっと重いです。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。三つ目紹介していいですか？ブーン！メグリズム！蒸気、蒸気、アイマスク、蒸気。イエス。ダーン！これはね、もう本当に、まあ、やっぱ僕ら普段ね、パソコンでね、編集するんで、てかもうパソコン見ない日はないです、YouTuber、毎日。ね、アスク買ってるんですけど、まあ、蒸気アイマスク、まあ寝る前とかね、ちょっとした休憩、仮眠とかでもね、僕は愛用してるんで、まあありがたいことにね、こう視聴者さんからもいただくことは多いんですけども、やっぱね、何個あっても困らんってことで、27枚入り購入させていただきました。最高。しかもこのバラエティパックだからさ、3種類のね、香りを楽しめるってことで、ラベンダー、ユズ、ローズの香りが入ってました。お得！
いくらか言ってないけど、もうお得な気がします。こちらですね、お値段が、27枚入りで、なんと、1998円。もう、てか全部さ、2000円切ってんのやばない？こんだけ入ってて。これも1個、100円？切ってますよね。最高です。これでまた1ヶ月は生きてきます。もうね、楽しいよ、これだけで。ただ、4点目。僕、お気に入りでございます。その名も、キューネーハワイアンポキーポキポキーちょっともう、出していいですか？超美味しそう。もうやっぱね、コストコ行ったら大容量のご飯ですよね。その中でも僕、サーモンのポキを選ばせていただきました。僕ね、先々月ぐらいにですね、沖縄にね、まあ旅行で行ったんですけど、その時からポキ丼にハマりまして、まあ静岡帰ってきてからも定期的にね、ポキ丼食べるんですけど、サーモンのポキ丼一番好きなんですね。サーモンとマグロとアボカドが入ってるポキ丼もすごい好きなんですけど、もう大容量サーモンポキっていうのでね、ハワイアンポキだっけ？商品名。惹かれるよね、そんな最高の名前の。ちょっともう食べていいですか？すいません。いただきます。うわぁ、みんな匂い伝わるかい？このちょっとピリ辛なね、ポキ特有の美味しそうな匂いが漂っております。ではいただきます。ありがとうございます。うわ、おいや、うん、やばいね。なんかこれももうお客さんみんな手に取ってましたよ。おいしい。もう海鮮さ、ちょっとですね、なんか髪やばいね、前髪ね、長っ。すごいちょっと変な感じで今こっち側流してるんですけど、まあそんなことはどうでもいいわ。海鮮ってちょっと怖いところもあったんですよね。なんか大容量でさ、たくさん売ってるけど鮮度大丈夫なのとか、味どうなんだろうってちょっと不安だったんですけど、すいません、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。うまっ、うん、本当に美味しい。いや、止まらんね。全然これもう一人でペロリですよ。サーモン、ハワイアン、サーモンポキのじゃない、どうもね、今サワイワンハワイアンサーモン、ぜひ食べてください皆さん。めっちゃうまい。でね、こちら気になるお値段ですね。ハワイアンサーモンポキ、なんと2439円。まあこれはね、初めて2000円超えてきましたが、まずこんだけ入ってるんだよね。やっぱって海鮮ちょっとお高いじゃん、普通にね。もうこれだって米乗っけてさ、ポキの何杯分作れるってぐらいサーモンぎっしり入ってますから、この量でね、2500円切ってるんでしょ？最高ですよ。てか美味しい、ほんとに。うまっ！何グラム入ってるかわかんないですけど、もう最高です。はい。今、歌舞伎揚げ、カナダドライ、アイマスク、サーモンで4つ紹介したじゃないですか。次、行っていいですか？早くも、5点目。ダーン！ルルー！なんかめちゃくちゃうまそうなやつ。はい、こちらちょっとね、開けますね。見えなかったでしょ。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。うわー、はい、じゃじゃーん。開けたらこんな感じです。すっごいなんか豪華じゃない？こちらですね、名前から引かれました。はい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 。シュリンプガーリック混ぜそばでございます。何その名前？もうシュリンプとかすっごい好き。エビさんでしょ？で、ガーリック大好きでしょ？混ぜそば。間違いないよね。やっちゃってるよね。でね、これね、驚異的なのが内容量。もう見た感じさ、量多いやん。重さ。890g！ 重いって！ほぼ1キロある！でもこれならなんかペロリと食べれそうだよね。野菜もさ、玉ねぎとかネギとか入ってて。ネギとネギやん。でね、この多分、タレ？ドレッシングみたいな。混ぜそばにかける。それも、すごいなんかオニオンの香りがしますよ。あ、ガーリックか。これはさすがにね。ちょっと美味しそうすぎない？で、まあ、海苔もついてました。何？もう一回ちょっと読ませて、商品名。シュリンプガーリック混ぜそば。もう、最強やん。ちょっと食べていい？本当に。
タレかけますね。失礼しまーす。うわうわうわ。皆さん、いきますよ。ここが一番楽しい。いきます。いってらっしゃい。うわうわうわ。てか、これ足りるんかな、タレね。ほい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 。うわーほー、やっちゃってる。かかったかかった。いいね。やっぱテンション上がるとね、なんかやらかすのよ。時を越えて君を愛せるかい、タレ。時を越えて君を愛せるかい、タレ。お気に入りのパンツにこぼしました。かーちー。まあいい匂いだからいっか。うん、後で拭きます。いやちょっと待って、めっちゃいい匂い。混ぜそば。ちょっと混ぜますね。やっぱ混ぜそばと言ったらいっぱいじっくり混ぜなきゃね。うわ、うわ、うわ、うわ。やべえってば、これ。最高。もうちょっとこの、手前、いただきます。うわ！皆さん！このね、玉ねぎもしっかり、さっきのね、タレも絡めて、シュリンプさんも一緒にね、エビさんも一緒に、いただきます！うまい！あ、しびれる！ガーリックうまい！これ考えた人天才だよ。この組み合わせ。だって全員好きだもん。いや、美味しい。もうこのね、タレ、欲しいです。おわ！うん、ちょいピリ辛？でも全然。てか前髪なんかやばいな。ちょいピリ辛です。はい。美味しい。めっちゃ美味しいです。もうなんか興奮して、なんか汗かいてきちゃってさ、前髪が多分オープニングの時よりくるってなってます。前髪ね、僕ね、前髪だけクセっ気なんですよ。だから基本いつもね、アイロンかけてるんですけど、もうくるくるでちょっとキモいっすね。まあでも美味しいですわ。味は確かです。ちょっともう贅沢にね、エビだけ単体いきます。いただきまーす。うまっ。で、僕ね、これ見たときに、サーモン、ハワイアンポッキー、乗っけちゃおうって思っちゃいました。もう絶対やばくない？もうこの組み合わせ多分やばいと思うのよ。ちょっとマジやっちゃうわ。ちょっと見せるね。禁断の技、いきます。いきますよ。はい、一個。もう一個ぐらいいっちゃうか。二個ね。わあ、くっついてきちゃった。さあ、おまけ、おまけ、おまけ、3個。これを、パクリです。いいっすか、いっちゃって。エビさんも一緒にね、もちろん。エビ、サーモン、混ぜそば。やべ、サーモン取れなかった。いただきます。うん、うまい。うん、うん。うまい！全然、いいね。邪魔してない。喧嘩してない。このハワイアンポキのちょいピリ辛な感じとね、混ぜそばのちょいピリ辛、すごい合いますよ。もう口の中パラダイスしちゃってるわ、これ。楽しいなぁ。美味しい。これぜひね、本当に、何も知らなかったんですけど、まあ、トゥイ考案ということで、多分やってる人もいっぱいいるのかな、わかんないですよ。これとこれ、掛け算しちゃってください。うめぇ。もう戻れないです、この二つの味。ミックスしちゃったら。間違いなかったっす。美味しいです。うまっ。で、まあこれはね、また後で食べるとして、次の紹介いっちゃっていいですか。次は、これかな。ババンバンババン、ブーン！パテのシャンプー、パンテン！はい。
まあ、シャンプーですね。やっぱ日用品でしょ。コストコと言ったらってことでね。買ったんですけど、これ、超、びっくり。見えます？ここ。6.7 倍のサイズって。超助かるんだけど。ね。僕ね、あんまそのシャンプーって、なんか毎回固定で使ってるわけじゃなくて、コロコロ、まあ、気分で、この香り試してみたいなとか、いろいろね、チョイスするんですけど、まあ、この量あったら、もう困らんよね。挑戦するなんか他の香り楽しむ、あれは減るっすけど。いや、こんだけあったらね、すごい節約ですよね。はい。こちらシャンプー。通常の 6.7 個分。お値段。1780円。安いって。マジ、どれだけお得なの？ほんとに。ぷにょぷにょ。間違いないっす。はい。もう、言うことないですよ。今週に関しては。そして続いて、この流れ。この流れ。この流れで紹介したい。ダブルボディウォッシュ。まあこれもさ、もう最強ですよ。もう見てわかるでしょ、このデカさ。ね。こちらなんと、約、8個分って、おい。嘘でしょ、ここね。8個分やばない？ピーチ&スイートピーの香りしました。最高。もうこれもさ、本当に助かるって感じのね、節約になると思って買いました。ダブボディソープ、なんと俺なの。1738円。さっきのシャンプーが1780円で、このね、ダブボディウォッシュが1730円かな？合ってます？合ってますね。1738円ということで。もうほぼ変わんないです。だいたい同じぐらいのお値段なんですけど、まあ7個分とか8個分とかお得ってことで、これは買うでしょ。はい。もう最高にね、コストコマジで最寄りに欲しいです。はい。そんぐらい、感動しました。うん。そりゃこぞってみんな行くわな。で、まあ、次の商品、紹介しますね。次は、これでしょ。あ、重い。ドリンクです、重いんで。じゃーん。シャインマスカットジュース。バーン。これはなんかね、うわぁ、ごめんなさいね、揺れましたね、今。これはさ、めっちゃ美味しそうじゃん。僕ね、フルーツの中でも、結構ね、シャインマスカット好きなんですよ。もう桃とか、いちごとかも好きなんですけど、ドリンクでさ、いちごジュースとか、桃ジュースとかもあるけど、ジュースになるとね、もうマスカットがすごい暴れちゃうのよね。美味しすぎて。で、なんかこれは、はっきり言って僕、初めて見ました。なんか、海外なのかな？なんか、ね、外国っぽいじゃん。英語表記でね。でもこれ絶対美味しいでしょ。これ多分もしコンビニとかに売ってたらさ、200円ぐらいする、ちょっといいジュースっぽくない？見た目も。ね。これいっちゃってるよ。ちょっと先飲んでいいですか？まずね、お値段とかの前に、このシャインマスカット。もうシンプルなのよね、商品名が。わかりやすい。いただきます。乾杯。うわぁ、もう間違いない。いい香り。いただきます。やっば。なにこれ。マジこれ果汁 100% じゃないの？ってぐらいマスカットガツンときますね。あ、でも果汁は 10% 未満。よくさ、3% とか 5% とかってあるじゃん。10% 未満だから多分 9% ぐらい入ってますね。すごい。でね、ちょっと待ってください。でね、ちょっと待ってください。うん。なんか、マスカットのね、ちょっと果肉みたいなのも入ってるんですよ。あーでも、あれだな。こうだとわかんないっすね。わかんない。ほんとね、かわいいサイズの果肉さんが入っております。すっごい美味しい。やば！これ、全国のコンビニで売ってほしいね。シャインマスカットジュース。シャインマスカット。こちら気になるお値段。ね。2、4、6、や、10本ですよ。はい。10本まとめて、なんと、1288円。やばいって。めっちゃお得やん。何 ?120 円くらいってこと？ 1 本。嘘でしょ。マジで本当に、もう自販機で出してほしい。美味しい。もうマスカット好きの方はもう絶対、
フルーツ好きな方も絶対、マスカットちょっとうーんって方もぜひ飲んでみてください。美味しい。うん、やばいわ。てかあとこのね、伝わるかな、飲み口がめっちゃ大きいんですよ。広くてね、すごい。うん、だからお口がね大きい方も全然困りません。うん、まっ。シャインマスカットでした。これでですね、全部で今、1、2、3、4、何個紹介した ?5、6、7、8ぐらいいったんかな。で、最後、まだあるんです。それが、こちら。トゥトゥルー、おいしょっと。タレがついてる、タレがついている。うたけびあげて。はい、ラストがですね。よいしょよいしょよいしょ。おんも、おもの、おもの、おもこ。はい、来たー。水買っちゃいましたよ、水ね。やっぱお水がね、一番いいですから。とか言って、ジンジャーエールとかマスカットジュース買ってますけども、はい。ウォーター2リットルのお水をね、6本入り買いました。和歌山湯浅の水、湯浅って地域があるんですかね、ちょっとわかんないんですけども、湯浅の水2リットル入り6本購入させていただきました。もう間違いないよね。どんな感じだろう。あー欲しい。おー、もうすごいエコ。ゴミがもう無駄な、あのラベルとかないからさ、飲みやすいね。めっちゃいい。ツルツル。ゆうあささん。ってことで、まあ水をね、購入しまして。まあこちら6本入りでね、まあ言うてもね、わかるよ。1本。2リットルでさ、100円ぐらいで売ってるじゃん。あの安いやつでもさ。こちらなんと6本入りで2リットル。350円。安ない、安ない。どうせみんなさ、はいはい。安いし、2リットル500円ぐらいと思ったでしょ。300円台。薄いでしょ。359円。ありがとうございます。これは行きましたよ。こういうちょっとしたさ、あれがね、ちりつもになって、まあ、節約になりますからってことで、こちら、買わせていただきました。すっごいお得な感じ。もうこんだけ食料とかさ、飲むのあったら、もう、満足だよね。今終わりと思ったでしょ。もうラストって言ってたしね。もうラストって言ってたんですけど、ちょっと最後にちょっと、一番びっくりしたもの、ちょっと紹介していいですか。あ、なんだよ、また水かよと思ったでしょ、こちらね。なんか、どこのブランドかわかんないですけど、まあほんと水 ?600ml! あら素敵。まあでも言うてもね、60円とかでしょって思うじゃん。40円なんですよ。40円。やばない?しかもね、これ、コストコの入り口の真横にあった自販機に売ってたんですよ。あ、お水安いなぁと思って、その自販機に近づいてったら、ミネラルウォーター専門の自販機でして。多分今画像出てると思うんですけど。やばくない?全部40円だよ。こう、なんかもうこの、何?破壊力?はぁ?すごいね。600ml って40円でさ。しかも40円だけの自販機なんてさ。びっくりよ。50円玉入れて10円でお釣り返ってくんだからさ。ニヤニヤしちゃったよね。ってことで、一番驚きました。40円のウォーター。最高ですね。以上でございます。今回僕がね、購入した爆買いですよ。全部でね、いくらぐらいしたんかな ?1 万、ちょっとレシートあるんですよ。13,868円ってことで、もうほぼ15,000円ですね。初、まあコストコで、ちょっとテンション上がって、爆買いしてしまいましたよ。一個一個安いのにね、意外と10,000円超えてましたよ。びっくり。でもすっごいそれ以上にね、もう満足感がやばいっす。コスパ最強っすね。コスパいいからコストコっていうの。コスパ、とこはなんだ?とこ。とこなつ?でね、ちなみに今回紹介した商品の中で僕が一番気に入るのはね、やっぱこのサーモンですかね。めちゃくちゃ美味しい。量すごいあるからもうね、ちょっとサーモンとかって、うわ、物足んない、もっと食べたいって思うこと多いじゃないですか。大丈夫。ってことでね、
このサーモンが一押しです。で、余裕ある方はね、この、シュリンプガーリックさんのね、混ぜそばも購入してみて、まあ一緒に食べてみるのもめちゃくちゃありです。てな感じでね、今回の動画終わります。もしよかったら高評価お願いしますね。チャンネル登録は絶対お願いします。ってことで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。